小松城は、石川県小松市丸の内町にあった、日本の城、小松市指定史跡。天正四年に、加賀一行一揆方の若林長戸上によって、築かれたと言われ、織田信長の武将、柴田勝家により攻められ、村上市、庭氏が城主となった。江戸時代になると、加賀藩領となるが、現元年に一国一条例で波状となる。年、二代藩主。 前田都常の隠居城という名目で再築、しかし大規模な水堀を巡らし、月島を廃するという新城建設に似た大規模なものとなった。完成した城域は金沢城の約2倍の規模を誇る。都常の死後は加賀藩金沢城の市場となり、城盤により統治され、明治維新を迎えた。本丸には、天守台が築かれ、天守の代用として、 古三回や倉が築かれた。広大な水堀に浮かぶ姿から浮き状の別名を持つ、南高不落の実践を想定した要塞であった。現在、上域はそれぞれ隣接する小松市役所、足城公園、石川県立小松高等学校として開発され、移行の保存状態は良くないが、天守台及び内堀の石垣が残る。建造物としては、うなぎ橋五門が、 小松支援町の木杉寺寺,寺門に移築され現存する。ほか、うさぎご門批及び足島御殿と門扉が、金沢市の生立墨角で、二階御邸入口扉と五郎角天井板が、小松市丸の内公園町にある、足女公園内の小松市立博物館で、それぞれ保管されている。ありがとうございます。